こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は牛を東林に放つです。牛を東林桃の林の野に放つ、すなわち何時を罰するものなし、何者か何時を拘束するものありやということで、天下太平自由無下なることです。四季に周の武王が殷との戦いに勝ち、馬を火山の南に帰し、牛を東林の野に放って休ませた。以後再び感化を交えることなく天下太平の世の中になったとあります。今から牛を東林に放つを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。